レれ顔の同時は2002年に講談社から出版された大江健三郎の長編小説である。取り替え子から始まるおかしな二人組三部作の二作目である。エピグラフに牛島信明の訳によるセルバンテスのドンキホーテが惹かれている。余石キエい、リスパンティドンクイジョテ、わしは自分が何者であるかよく存じておるとドンキホーテが答えた。前作。 鳥海子で主人公の老作家、長江古義人の妻の下氏はベルリンに行ってしまった。老母が亡くなり、古義人は故郷の四国の森の谷間の村の十条時期の土地を相続する。古義人は知的障害を持つ長男、明、アメリカ人の長江文学の研究者で、古義人の小説の背景を取材して、 博士論文を仕上げようとしている女性ローズさんと共に故郷に帰る。古義人は土地の伝承を取材して同時の小説を書こうと考えている。同時とは古義人の故郷の村が一揆などの危機に見舞われると森の中から現れて解決に働く神話的存在である。同時の小説は古義人の亡くなった母が古義人が 長年の作家活動で、これまで散々書いてきた嘘の山に渦漏れそうになって、いる中で、最後に、嘘の山のあり地獄の穴から、これは、本当のことやと、紙を一枚差し出して見せるものとして、期待をかけていたものである。小義人と、ローズさんは、地元の寺などを訪ねて、取材を始める。また壊れて、地元の中学校の課外授業の講師を務めたりもする。 古技人はかつて国際的な文学賞を受賞した際に、贈られるはずだった文化勲章を辞退しており、そのことで右翼から批判され、保守的な土地柄の地元との折り合いも良くない。学校の教師、地方新聞の記者、地方議会議員などの地元の人々との衝突を繰り返す。ローズさんは、ドン・キホーテの熱心な読者であり、古技人の大立ち回りをドン・キホーテになぞらえて解釈する。 取材活動の中で知り合った三島神社の神官、牧彦は郷土史の研究者であり、森の谷間の村を舞台にした古儀人の著作にも通じているが、彼もまた古儀人に良い感情を持っているわけではない。牧彦とローズさんは結婚するが、これは牧彦の古儀人への対抗意識からの行動ですぐに破局する。古儀人の大学の同窓で、 元広告代理店勤務のクロノが小義人に接触してくる。小義人とクロノはかつて若い日本の会で60年安保反対の活動を共にしていた。クロノは小義人をホテル業を営む田辺夫人に引き合わせる。田辺夫人は新志向のリゾート施設を運営しており、小義人をシニア世代の知的再活性化セミナーの講師に迎える。しかし、面会を重ねる中、 ある時、田辺夫妻は,は、ローズさんと牧きびの傍事を笑い話として話して、彼女を侮辱し、小義人と決裂する。セミナーの企画は、ツイエルが、そこで面識のできた、お題師、浅い津田、そして、黒ノらと共に、小義人は、おいたる、日本の会を結成し、パフォーマンスとして、我が青春のジグザグデモを再現する。牧き彦らが噴する、機動隊によって、 更新を妨害された、小木人は頭を打って、人事不正となる。昏睡状態で病院に横たわる、小木人はに、ローズさんが呼びかける。小木と、小木と、目を覚まして、あの小説を書こう。森の奥に、とても巨大で複雑な器官のような夢を見る人が、横たわっている小説。同時たちは、森の夢を見る人から発して世界に出て行き、また森に戻ってくる。 永遠にそれは続く。小木と小木と、さあ、目を覚まして。自分はもう老人だと、あなたは幾度も言ったけれど、目を覚まして、こちら側に戻ってくれば、私は新しい人だと思う。昆睡状態の夢の中で、小木人は少年時代に川に、うぐいの巣を見に行って溺れかけた記憶を思い出す。うぐいの巣の中を覗くと、数十のうぐいの目に、童子が映っている。 それに見入られているうちに頭が岩に挟まれてしまう。何者かが岩に挟まれた小義人を引っ張り出して救い出した。それは母親だったのだった。そのことに小義人は夢の中で気づき涙を流す。ありがとうございます。